グーチランド軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万1717 17人であり、2000年の1万6863人から11.5%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のグーチランドであり、同軍に法人化された町はない。グーチランド軍は リッチモンド・ピーターズバーグ地域にあり、都市圏としては、リッチモンド大都市圏に属している。ドーバーミルズ、1865年のスケッチ、グーチランド軍となった地域の水路沿いには、数千年前か先住インディアンが住んでいた。イングランド人開拓者が遭遇したのは、数号を話す部族だった。彼らは免疫を持たないヨーロッパ由来の薬病のために、人口を急激に減らし、 社会的混乱が広がった。1634年、バージニア植民地政府がイングランドのシャイアに習い、バージニアを8つのシャイアに分割組織化した。それらのシャイアの一つにヘンライコシャイアがあった。グーチランド軍は1728年にヘンライコシャイアから分かれた最初の軍として設立され、1749年にはチェスターフィールド軍が続いた。 グーチランド軍の名前は1727年から1749年まで植民地副総督を務めた初代順断尺、ウィリアム・グーチにちなんで名付けられた。当時の総督、第二代アルベマール伯爵ウィレム・バンケ・ヘッペルはイングランドに泊まったままだった。当初のグーチランド軍にはタッカホー・クリークからジェームズ川の両岸、西はブルー、植民地人がリッチモンドの西にある、 ピードモント大地に入っていくと、海岸地域と同じくまず、タバコプランテーションを開発した。この魅力的な監禁作物を栽培するのは多大な労働力を必要とし、アフリカ人奴隷に依存するようになった。アメリカ独立戦争の後、タバコはそれほど高い利益を生まなくなった。グーチランド軍では、州内他地域と同様に多くの農園主が小麦など、 多種の穀物栽培に転換した。プランテーションをフルに維持していくために奴隷労働力への依存を強めていった。1860年国勢調査と奴隷表によれば軍装人口は1万656人だった。そのうち6139人、57.6%が奴隷化されたアフリカ系アメリカ人だった。南北戦争が終わった後の1870年までに 総人口は1万313人と微減だったが、黒人人口は6610人、64%と増加していた。その後農業作業が減り、多くの人々がリッチモンド市などの町に移転した。20世紀初期アフリカ系アメリカ人の大移動の中で、多くの黒人がバージニアを離れ、北部の良い食と機会を求めて移住していった。2000年までに、 アフリカ系アメリカ人の構成比率は26%にまで減少した。初代軍庁舎は1728年5月に建設された。建設されたその正確な場所は不明だが、研究者たちは1730年から1737年の間に建てられたと考えている。18世紀半ば、軍庁舎の場所が移された。その後19世紀初期に再度移転され、 現在のグーチランド町中心、アメリカ国道522号線沿いの場所となった。1781年初期、イギリス軍、チャールズ・コーンウォリス将軍が、そのかなりの勢力の軍隊を率いて、グーチランド軍領域を抜けていった。この軍隊は、トーマス・ジェファーソンの小さな荘園だったエルクヒルを占領して、完全に破壊し、食料のために家畜を殺し、 なやや兵を焼き、最後は家屋を焼き尽くした。奴隷27人を戦争捕虜として連れて行ったが、そのうち24人は宿営地で病気のために死んだ。ジェームズ川沿いのある地点がコーンウォリスヒルと呼ばれるようになった。このイギリス軍将軍がヨークタウンに向かう途中で、ここに立ち止まり、ジェームズ川の素晴らしい眺めのある、この場所は家を建てるに、 理想の場所になると述べたと伝えられている。ラファイエット将軍は1824年から1825年にアメリカ合衆国を巡遊してバージニア州に戻ってきた。1824年11月2日、ラファイエットはジェファーソンを訪問するためにリッチモンドを立ってモンティーチェロに向かった。その途中でグーチランドのパウェルの酒場に立ち寄った。そこにいる間に 将軍はアメリカ軍士官や体制の軍民にあった。コーンウォリス将軍がその軍隊を率いて、グーチランドを通ってからほぼ100年後に、軍内で新たな戦闘が起こった。1864年、北軍の若い大佐ウルリクダールグレンは結出した士官だった。密かにバージニア州中央部に潜入し、アメリカ連合国首とリッチモンドのベルアイルに、 拘束されている1万2000人の北軍捕虜を解放し、首都を破壊する大胆な作戦を立てた。3月1日、ダールグレンの部隊は、グーチランド東部のサボットヒル、ドーバー、イーストウッドに到着した。イーストウッドは、当時、プラマー・ホブソンとその妻で、ヘンリー・エワイズ准将の娘が使っていた。その前夜、ワイズ将軍がイーストウッドに到着していた。 北軍の特殊任務部隊がイーストウッドに到着して、ワイズを探すと、その娘はワイズが、サウスカロライナ州チャールストンにいると答えた。実は、ワイズは馬を買って、急遽南東のリッチモンドに行き、北軍襲撃隊が来ていることを伝えた。ダールグレンは、ジェームズ・セドンとその妻の家であるサボットヒルに行くと、その妻がドアを開けて、中に生じ入れ、ワインなど南部流の艦隊をした。 セドンの妻はワイズがリッチモンドに向かっていることを知っており、ダールグレンに時間を使わせようとした。グーチランドの家族たちの素早い起点によって、ワイズはリッチモンドの軍隊に急を告げることができ、ダールグレンの襲撃隊を破ることができた。戦争が始まった時、軍出身のジェームズ・プレザンツは、グーチランド系総流機兵隊における叔父の役割にとって変わると主張した。 1861年、プレザンツは、おじに変わることを認められた。1864年冬、故郷に近づいていた兵士は誰でも、さらに兵士を募るために帰省を認められた。プレザンツが家に戻った、最初の夜、ダールグレンの襲撃隊が彼の馬を盗んだが、家屋の中は捜索しなかった。プレザンツは何が起こっているかを理解すると、そのカービン銃をつかみ、 襲撃隊の後を追って走り始めた。物音を聞いたプレザンツは木の陰に隠れ、続いて北軍機兵に降伏するよう命令した。プレザンツはその兵士の馬に乗り、兵士はその前を歩かせて他の兵士を探させた。それから短時間の間にプレザンツは数人の北軍兵を捕虜にしてボールの店に連れ帰った。プレザンツは総勢15人を捕虜にし、 16頭の馬を取り返し、幸福を拒んだ士官一人を撃ち殺した。記念碑、南軍の娘たちの公園で、南軍への記念碑が、グーチランド軍庁舎前緑地に建てられた。1918年6月22日に除幕された。その時の出席者には、ロバート・イーリー将軍の孫、名前も、同じロバート・イーリーがいた。1720年、ライ古軍に、 セント・ジェームズとヘンライコという二つの教区があった。グーチランド軍が設立された時、セント・ジェームズ教区がジェームズ川の両岸と西方の領域に入っていた。1744年にグーチランド軍からアルベマール軍が作られると、この教区は三つに分割された。セント・アンズ教区がアルベマール軍を、セント・ジェームズ・サウザム教区がジェームズ川の南岸を、 セントジェームズ・ノーザム教区が、グーチランド軍の残りを担当した。セントジェームズ・ノーザム教区には、ドーバー・エピスコパル、ビーバーダム・エピスコパル、リッキング・ホール・エピスコパルという3つの初期教会があった。ドーバーがまず1724年に建てられ、独立戦争後のいずれかの時に閉鎖された。その場所と閉鎖された都市は不明である。ビーバーダムは、 現在のホワイトホール道路近くにあったが、正確な場所はこれも不明である。著名な教会が、バード長老派教会だった。この会派には、新学者で後に、プリンストン大学学長となったサミュエル・デイビースによって組織された神徒の子孫が会員であり、1748年にタッカー・ウッドソンの農園に建てられた。1759年には、バードクリーク沿いに、 独自の教会を建てた。1838年、当初会派の子孫たちが、現在の、バード長老派教会は19世紀に、バージニアで建てられたシンプルなレンガ作り教会の著名な例である。この建物は、スレート吹きの屋根、内窓の飾りカーテン、また墓地など、初期の建築的様相をいくらか残している。今日、エピスコパル、バプテスト、メソジスト、長老派、 また向かい派のキリスト教教会など多くの教会が立っている。インディアン道である歴史的なスリーチョップとトレールの一部が軍のかなりの部分を通っている。この道では方向を示すために樹木に長名で三つの刻みが入れられている。リッチモンドからシャーロッツビルまでアメリカ国土250号線が大まかにこの道をたどっている。1973年。 インディアナ州リッチモンドのウェインコーポレーションがライフガードというスクールバスの安全構造を導入した。それから間もなくこの製造会社は全国的な競技会を開催してスクールバスの安全性を高めるアイデアを求め優勝者には新しいライフガードスクールバスを提供することとした。グーチランド郡教育学区では初の国人インパールピーランドルフが優勝を勝ち取った。 その結果として、グーチランド郡教育学区は、新しいスクールバスを受け取った。パールのアイディアは、スクールバスの屋根に車音盤を据えることで、運転手のイライラを軽減することだった。コンパクトな携帯のこの装置は、1980年代に、ウェインコーポレーションなど、バス製造会社が実用化した。この時代は、ディーゼルエンジンとその大きな騒音が、当たり前のことになっていた。 2000年代初期にグッチランドの成長に貢献したのは、ウェストクリーク企業団地の建設と、リッチモンドの半円状修道288号線の完成だった。この修道は、軍と、週間高速道路64号線や道95号線という、幹線道路とをつないだ。企業団地には、バージニアのファームビューロとパフォーマンスフードグループのための、本部、さらに、ホールマークユースケア、 カーマックス、キャピタルワンなど多くの企業が誘致されてきた。グーチランド軍の2011年、包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は290平方マイルであり、このうち陸地284平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は1.92%である。 軍内の水はジェームズ川に排水される。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内に法人化された町はない。カキリストは未編入の町である。ありがとうございます。